こんにちは。聞き方を変えて人生を楽にする慶長教育家の岩松正文です。今日のテーマは慶長を知る前と後というお話なんですけども、最近ビジネスマンの中でも部下の話をちゃんと聞きなさいっていうことをよく言われるようになりました。以前だったらどちらかっていうと営業成績を上げるためになんかですね、お客さんのこうニーズを引き出すみたいな、こういう聞き方は大事だよって言われてたんですけど、最近はもうそれからどんどん進んできてですね、人と人のコミュニケーションとして相手が納得するような伝え方じゃなくて聞き方みたいのが大事だよっていうふうに結構当たり前に言われるようになってきてるんですね。ですから1対1の面談をするような時でもワンオンワンミーティングみたいなのがね、ヤフーがやってるっていうことで結構去年の秋ぐらいからブームになって導入されてる企業も多いと思うんですけども、1対1で話を聞く時にはやっぱり相手が納得感がある聞き方しなきゃいけないみたいにね、こういうふうに言われちゃうわけです。でだけど実際仕事ということで考えてみると、そんなに話を聞いている余裕とかあるかっていうと全然ないですよ。1日のスケジュールいっぱいだし、やらなきゃいけないこといっぱい溜まってるし、人とやり取りするときっていうのは自分のある意味要件と相手の要件をこうやり取りして解決していくために話をするのであって、お互いのね気持ちを理解し合うとか納得感を得るようなことってもちろんできたらいいと思うんだけども、そんなこと言われても困っちゃうなってことないでしょうか。はい、私自身もですね、実は長年サラリーマンをしておりまして、営業職をずっとしてたんですけども、じゃあその当時話聞いてたかっていうと別に聞いてなかったですよね。やっぱり自分の中で組み立てたロジックがあって、それに向かって例えばお客さんと話をしたり、あるいは私は教育担当してた時があるので部下がいたんですけども、その部下のね若い新入社員の子たちを教えるという仕事もしてたんですが、じゃあその自分がね導きたい方向に向かってどういうふうに伝えていくかとか、もう非常にですね、話を聞くっていうよりは、とりあえず言わせるだけ言わしといて、で必要な道筋はこっちから与えてあげなきゃいけないなって思ってやってたことが特にありました。なので慶長を知る前って、これビジネスマンの時っていうのは私はもう戦うビジネスマンっていうことで、営業ですのでもちろんノルマもありますし、オーナーさん、私コンビニの本部でスーパーバイザーをやってたんですけど、オーナーさんとやり取りする時というのも、こちらの希望があるわけです。商品入れてほしいとか、ここの接客直してほしいとか、お店を直してほしいっていう、そういう希望があって、そこに導くためにはどういう伝え方したらいいかなとか、ね、そういう代替案を用意するとか、そういうですね具体的なやり取りのために会話というものはするものであって、相手を理解するというね、その納得はしてもらえたらいいんだけども、それはあくまで提案した内容に対して納得してもらうのであって、会話そのものを納得感を持ちながら進めるってことはね、あんまり考えたことなかったんですよね。でいつもその慶長を知る前、特にビジネスマンをずっとやってた時に、今もビジネスマンじゃビジネスマンですが、サラリーマンを普通に営業職やってた時に、要するに結論は何かっていう、相手から聞きたいのもそれだし、こちらが伝えたいことも要するに何かっていう、ここだけにしか興味がなかったと。ですから行動と結果っていうのが最も大事であって、成果ですよね、成果主義っていうことで、ある意味勝ちか負けかっていう、こういうやり取りをずっとすることに慣れてきてるわけです。でそれをいきなりですね、部下を最近もう若い子たちはね、あまりきつく言うとパワハラだってすぐ言うし、傷つきやすいからちゃんと話を聞いてやらなきゃいけないよっていきなり言われても、そういうことをした経験もなければされた経験もないわけですから、できないっていうのは確かに当然だよなっていうことですよね。で会話のやり取りの仕方としたら、やっぱり相手に対して反論をするとか、でもですねって、それもありますけどとかね、そういう面もあるんですがこちらの方がってこと、でもってバットをですね、 BUT のバットをっていうのをよく使いながら話をしていました。あと否定ですね、けどです、けど、これもバット語ですね。あと説得ですね、分かったふりをして相手を一旦受け入れたようなふりをするんだけども、結局はこちらが持ってるそのストーリーに導くためにとにかく説得をしていくっていう、こういうことをしてましたね。あと押し付け、ちょっと相手の方が立場が弱い方だったりすると、もうこちらの、ね、立場を利用してもうとにかくやってくれって、例えば私はですね、営業職もやってたんですが、コンビニの開店担当っていう、その何ていうんですかね、お店を作る方じゃなくて、土地を借りてそこに外物を作って住居を入れていく方じゃなくて、できたお店の中に商品を入れたり、人をオーナーさんが入れる手伝いをするっていう仕事もずっとやってたんですけど、そうするとですね、もう
なんですかね、オーナーさんというのはもうある意味初めてコンビニ始める素人さんなわけですよ。でそうするとこうやってください、ああやってください、でちょっと納得してなくてもこうしてくださいって、まあ、いろいろ最近コンビニ、このねコロナ騒ぎのちょっと前まではいろんなコンビニでいろんなね契約のトラブルがあるとかいろいろありましたけども、で最近ちょっと静かになってますけども、まあ、とにかくねこう押し付けていくっていうね、押し付けていく、であと押し切っていくと、嫌がられてもこれは本部が制作商品として推してるものですからとにかく入れてくださいって言ってね、そのまあ企業の力で押し切るとか、こういう形のやり取りっていうのを当たり前にしてたんですよね。でそれは別にその会社の中にいるうちではそこそこ通用するわけです。で仕事もちゃんと進むわけですから不自由も感じないんですけども、でも私2回転職をしてるんですけど、2回転職してくると、まあ、それは井の中の蛙だったなと。外の世界に一歩出た瞬間にそういうのって全然役に立たなかったんですね。だからもともとコミュニケーション高い人っていうのももちろんいろんな会社の中にいるわけで、そういう人たちは全然外に出ても大丈夫だと思うんですけど、私の場合全然そうじゃなくて、会社の力があってそのコンビニという限られた分野において専門的な知識とかがあったから、まあまあなんとか押し切ったり説得できていたものが、外に出たら人と人のコミュニケーションっていう能力が全然なかったので、そこですごく苦労したって、こんな経験がありますね。はい。じゃあ傾聴を知った後、まあ会社はね、最初のファミリーマートを辞めてからだと思うと 3,4 年経ってたと思うんですけども、まあ、心理学の方に興味を持って、じゃあ傾聴を学びましたと。じゃあ学んだらどう変わったかっていうと、実はですね、いきなり何にも変わらなかったんですね。むしろ瞑想が始まるというか、瞑想が始まってしまったっていう感じですね。今までの成果主義とか勝ち負けっていう世界からやっぱりそこでちょっと疲れて離脱してですね、でもう一回この間に一回私はプログラマーの仕事に就いてるんですけど、そこも辞め、でもう人生にこう悩んでる状態で、まあ、心理学とかカウンセリングに興味を持ち始めましたと。そうすると今度は今までやってきた自分を否定し始めてたんですよ。成果主義じゃダメだと、で理論詰めじゃダメだって言って、過去の自分を否定しながら前に進もうとするもんで、ものすごくですね、今度はその心理とか気持ちっていう方に偏っていっちゃったんですね。偏りすぎですね、振り子が触れて逆の方に行っちゃう。でこれも行き過ぎちゃってるんですけど、だからカウンセリングとか傾聴を学び始めた初期の頃の私っていうのは、もうとにかく理屈とかねプロセスよりも気持ちが大事なんだと、人は理屈じゃないんだっていうようなことをもうこんこんと力説してたようなタイプの人間でした。はい。でその過去の自分を否定することで今の自分を正当化したいっていうね、そういう気持ちがありありと出てたなっていうふうに今は思いますね。はい。ですので傾聴を学び始めて 4,5 年間っていうのは、もちろん傾聴も練習するんですけど、全然聞けないわけですよ。必要だと頭で分かってるけど、やっぱり心とスキルがついてこないんですよね。でそれすごく苦しんでおりました。だけどなんかやらなきゃいけない気がするし、何かにすがりながらじゃないと人っていうのは生きられないので、もうとにかく気持ちを大事にするという傾聴にすがりつく、つきながら、ね、しがみつきながら、これが私であり私の人生なんだなんていうふうにね思おうとしながらずっと過ごしてたと。どこかに、ね、こう無理があるわけです。無理がね、はい。だって世の中っていうのは気持ちだけじゃないじゃないですかね。事実関係、成果も大事だしプロセスも大事だし、もちろん気持ちも大事で、その3つのねバランスがうまく取れた時に人生っていうのはうまくいくはずなんだけども、傾聴を始めたすぐっていうのはもうとにかく気持ちが一番みたいなね、そういう感じに私自身なってましたね。はい。でその後にだから限界が来ちゃうわけです。 4,5 年もそれをやってると、それで上手くなればいいんですけど、スキルとかが身についてこないんですよ。どうしてもこっちを引きずってますし、傾聴が大事だっていうその大事だ感は分かってても、具体的なこうスキルとしてまだ中に落とし込まれてないもんで、だんだん不安になってきたんですね。まあ、5年過ぎたあたりでしょうか。もう年も30中盤になってたかな。まあ、子供もいるし家庭もあるし、で傾聴言ってるけど、なかなかうまくもならないし、じゃあこのままいったらどうなるんだろうっていうのが全然わからなかった時期があるんですね。はい。で困ってしまいまして、でずっとね自分の殻に閉じこもってて、とにかく自分は心理カウンセラーなんだと、心理カウンセラーなんだと。
心理カウンセラーなんだから悩みをね、心の解決の悩みを聞くんだって、そこだけの殻に閉じこもって外に出ようとしなかったんですね。だから当時からカウンセリングやったりセミナーとかやってたんですけど、その外に出てって何かを提供するってことを全然してなくて、とにかく募集をかけて来てもらおうみたいな、自分の世界に入ってきてもらおうみたいな、こういうことばっかりやってたんですね。だけど当然人ってね、気持ちを聞いてくださいって来る人なんていないじゃないですか。生活がまずあって、その中で何か困ってることがあるから、そこに例えば話を聞いてあげたりアドバイスしてくれる人が必要になるわけですから、こっちから出てかなきゃいけなかったはずなんだけど、まあまあいろいろね、私自身も、まあ、この時期ってのはものすごくこう自分のプライドが傷ついてた時期でもあってね、自分を守るためにはもう自分の体に閉じこもるしかなくて、とにかくもう気持ち偏調でもう頑張り通そうと。だけどそれがね、6年から8年経ったぐらいの時に限界を迎えてきて、あ、このままだとどうにもならないなと、2010年ぐらいだったかな、はい、そういう時期でしたね。でその時たまたま私は知り合いからちょっと誘われて、神奈川県の西の方にある、まあ、若者サポートステーションっていうね、就労支援を支援する組織があるんですけども、でそこの方に呼ばれてですね、面談する人がいないで来てくれないかって言われて、当時の気持ちとしたら、まあ行き詰まってたから行こうと思ったんですけど、まあ、社会に出るとね、自分と違う価値観の人がいっぱいいるのが、まだね、ちょっと耐えていく自信がなくて、ものすごく悩んでいきました。で、結果的に行って2ヶ月ぐらいした時に、やっぱりね、そのチームとかグループで違う考えの人たちと一緒に過ごすっていうのが、ものすごくストレスを感じて、やめようって本当にしてたんですね。だけど、まあ、どうにかね、その中で皆さんの協力ももちろんいただきながら、だんだん馴染んでいくことができて、で、その若者支援の仕事も、ちゃんと成果もね、気持ちも聞くんだけども、それだけじゃなくて具体的な成果も結びつけられるっていう、この気持ちを聞くっていうことと成果とかを出していくっていうところが、なんかそこの体験でちょっと結びつくことができてですね、考え方が変わってったんですね。まあ、気持ちだけじゃないと、成果だけじゃないと、ね、この両方がちゃんと取り扱えた時に人と人の関係っていうのは良くなるんだなっていうのがね、肌身に感じて知ることができたのが、今からだいたい11年ぐらい前なのかな、2010年11年の頃にね、若者サポートステーションいたと思うんですけどね、はい、っていうことですね、はい。で今はどうかっていうと、やっぱりそこの感覚が私にとってはものすごくベースなんですよ。就労支援をするって言っても、計画立てて進めようとするだけだと全然いかない、進まないんですよね。なんでかっていうと、人が進むエネルギーって心のエネルギーなので、頭で理屈が分かっても心がついてこなかったら人って絶対動かないですよ。多分これご覧いただいている方もそういう経験あると思うんですけど、だからね、とにかく方法をいろいろ提案して、うんといったのをやっていくっていう、これ提案型のコンサルティングとかっていうのは、うまくはまれば一瞬で解決するんだけども、うまくいかなかった時に心のエネルギーがそこからね、こう入ってかないとか抜けてっちゃうもんで、余計悪くなったりするんですよね。だから人っていうのは、うまくいった例だけを例に出して、うまくいった例があるから頑張りましょうとか言うんだけど、そういうの全然役に立たなくて、その人の心のエネルギーがそこに向いてるかどうかっていうのが基準なんですね。だから心がそこに向いていれば、何も気持ち偏調でもうとにかくずっとね、心理カウンセリングしながら自分の内面を見つめましょうなんてやらなくったって、気持ちがもうエネルギー出てればですね、もうこう成果と成果主義で行動を変えていくっていう提案していけばいいし、いくら行動をね、変えた方がいいなって外から見てて思っても、この人まだ気持ちついてきてないなと思ったら、この気持ちの方をちゃんとエネルギー上がっていく支援してからじゃないと当然前に進まないわけですよね。それがいわゆるその、まあ、事実とかね、その成果とこのこと事実っていうふうに呼ぶんですけど、それとここにある気持ちっていうね、この事実と気持ちっていうのを、僕はサラリーマン最初やってた頃っていうのはこっちに偏ってたわけですよ。事実をどうするかって。で、経営に出会った頃っていうのは逆に自分が苦手だったもんで、そこにこだわらざるを得なかったもんで、気持ちに偏りすぎたわけですね。事実じゃない気持ちだ。だからあっちかこっちかと、これいろいろ、いわゆる白黒思考だと思うんですよ。こっちが正しいか、あっちが正しいかみたいな、そのロジックにはまってたと思うんですけども、これはね、どこが正解かって探してるうちはね、実は答えにたどり着かないんですよね。で、答えは何かって言ったら、
事実にちゃんと関わることもできて、気持ちにも関わることができる。両方できれば別に問題ないわけじゃないですか。どっちか選ぼうとするから無理があるんですよね。だからその事実に対してですね、それを聞く、事実に対してそれに関わる。だから聞くっていうのはインプットですよね。で、関わるっていうのはアウトプットですよね。で、気持ちを聞いて気持ちを関わる。まあこの4つの軸というかね、まあ縦と横の軸なんですけども、4つの視点で自分自身の幅をどこにポジショニング取るんじゃなくて広げていく。だからもともとビジネスマンずっとやってたけど、私っていうのは話もちゃんと聞いてないんですよ。で、関わるのも当然ね、ちゃんと聞いてないわけですから、関わるポイントがずれてるので、自分中心にね、あの問題解決してただけですから、全然ちゃんと関われてないので、まあ事実に偏ってって、最初この辺じゃないですかね、この辺、で、それがまあこの傾聴知った後の前半とか前期とか中期っていう時っていうのは、今度は逆に気持ちに傾きすぎちゃってる。まあ若干ね、ちゃんと聞こうとはしてたから、まあこの辺なんですかね、この辺、こっちがこの辺で、まあ、こっちがこの辺みたいな、こんな感じだったと思うんですね。だから結局ね、場所を移動しただけだとコミュニケーションって良くならないんですよ。で、それは今だから言えることなんですけど、今だいたい15年経ちまして、今はですね、どちらかというと自由に聞き自由に関われると、あの上手にじゃないです、上手に聞き上手に関われるんじゃなくて、自分が思うように関わりたい時には関われるし、関わりたくない時には関わらないっていう、こう選択ができる、選択ですよね、選べる。選択ができるという感覚があります。だから傾聴を身につけて一番良かったのは、あの上手に聞けるようになったことそのものよりも、自由に聞き自由に関われるっていう選択ができるようになったと。じゃあなんで選択ができるようになったのかっていうと、ビジネスマン、ね、バリバリのビジネスマンやってた時っていうのは、この気持ちの方が全くないわけです。こっちの右半分全くないんですよね。だけど人間っていうのはやっぱり事実も大事だし気持ちも大事で、事実と気持ちの、まあ、両方の組み合わせで生きてるわけですよ。なのに気持ちの方に関われることもできなければ聞くこともできなかったってことで、こっちがなかったんですね。なかった。だからコミュニケーションが胃の中の蛙になるし、うまくいかなくて説得するしかないみたいな感じだったわけですね。そこにこっちを足すと、こっちが傾聴の世界ですよね、いわゆる。こっちが傾聴の世界だと思うんですけど、の世界だと思うんですけど、ここを足してあげたことで自分の中で、で、まあ、最初はね、ここの狭間で悩んでた時期もあるんですけど、事実と気持ちの間で、で最終的にはそこにね、だんだんここがうまくつながっていくんですね。だんだんこうつながっていくわけです。で、事実にを聞き事実に関わることもできれば、事実なら気持ちを聞いて気持ちに関わることもしやすくなってきた、こういう感じなんですよね。ですから傾聴を知る前と した後の違いっていうのは何かっていうと、まずまあ知る前っていうのはもうやっぱり事実とかプロセスとか結果重視っていう考え方だったものが、その傾聴を知った直後はもう全然もう大混乱で何年間か過ごしてたんですけど、それがね、落ち着いてきて、ちゃんと傾聴をある程度トレーニングして身につけて、今までいた社会によくあるこういう成果主義とか、まあ、プロセス重視みたいな感じの世界との、まあ、共存ができるようになってきたら、人との関わり方がすごく楽になってきたっていうことですね。はい、ですので、あの傾聴が世の中で一番素晴らしい聞き方だなんて、私全然これポッチも今は思ってないです。この時期は言ってました、傾聴が素晴らしいって。ビジネス的な考え方なんかダメだみたいなね、こういう他を否定するっていうのはやっぱり何て言うんですか、弱いですよね。
他人とか他の考え方を否定しないと自分を正当ができないっていうのはものすごくエネルギーが弱いっていうのは今はわかるんですけど、当時はそれをするのが精一杯だったんですね。はい、だけどもそうじゃなくて、もうこっちもよし、こっちもよし、両方とも自由にできますよっていう世界があると、人間っていうのは何度も言いますけど、事実とか結果と気持ちっていうものが必ず組み合わさってこの世の中に存在するので、うん、だからね、それを両方取り扱えないことがコミュニケーションが不自由な状態であって、両方が取り扱えるようになれば、あとは自分で自由に選択していけばいいわけじゃないですか。だからそのためにも傾聴っていうのは特殊なんですよ。気持ちを聞くっていう、この気持ちを聞くっていう関わり方って他ではほとんどやらないですから、ものすごく心理学的でね、例えばフォーカシングって言って、自分の感覚をもうずっと頭のてっぺんからつま先まで感じながら言語化していくというようなトレーニングもなくはないですよ、トレーニングとしては。でもそれは日常生活の中でそれを直接使うことはできないわけです。心理学のワークとしては体験することができても、日常の中でやり取りするものとしては、その気持ちっていうのをね、上手に取り扱っていくような方法っていうのはあまりないんですよね。だからそこに傾聴という聞き方、気持ちを聞く聞き方っていうのをプラスしてあげる。今まで引き出しがね、コミュニケーションの引き出しが例えば1個か2個しかなかったものに、もう1個傾聴って引き出しを足してあげる。過去を否定するんじゃなくて、今新しいものを足してあげると、自由に聞いて自由に書かれるようになりますよっていうね、こういう話なんですよね。はい、ですのでね、傾聴なんか役に立たないって言ってる人っていうのはこっちの世界だけで生きる人です。だからその世界にいるうちは全然通用するんだけど、人と人というふうな向き合い方になった時に、そこにやっぱり限界が出てきますよね。で、限界が出てくるとどうしても、自分がね、能力が足りなくてダメだというふうに責めるか、あるいは相手が悪いって責めるかっていう、こういう形で自分を守るしかなくなっちゃうわけです。人間関係の幅がすごく狭くなりますね。あるいは信頼関係が築けないっていうことになりますね。だからこっちもよし、こっちもよし、もちろん他にもいろんなコミュニケーションあるんですよ。傾聴だけが傾聴だけが身につければ何でもうまくいくってわけじゃなくて、他のものでもいいんですけど、とにかくですね、今やってるものと違うコミュニケーションを身につけていくと楽になると。で、それが傾聴の場合は気持ちを聞くということに特化したコミュニケーションのものなので、でこれをね、知るとですね、人間のね、根本にある事柄と気持ち、この両方がとりあえず触りやすくなるっていうことで、とてもね、楽になっていくということなんですね。ですから傾聴っていうのはなんか我慢して聞くことだとか、相手にとにかく吐き出させることだとか、なんか修行だみたいに言う方いるんですけど、全然そんなことなくて、そんな誤解はね、もうなんかもう過去のもう遺跡みたいなね、もう化石みたいなもんですよ。全然そんなことないです。コミュニケーションスキルですから、人と人を良くするために存在するものが修行であるわけがないんですね。だからその人は何かね、違うことやってるんですよ。違うことを考えて違うことやってるんだっていうふうに私はずっと思ってて、そうじゃなくて、傾聴って身につければね、身につけるのはもちろん僕もここで混乱してますからすぐに身につきますよとは言いませんけれども、身につくことによって自分が自由になり、自分が関わりやすくなるっていう、聞く人にとってのメリットが大きいっていうのが傾聴なので、私はこうやって15年間皆さんに、今ね、人間関係でうまくいかないとか課題があるんだったら傾聴を身につけてみたらいいんじゃないですかって、こういうお話をしてるわけなんですね。はい、ですのでね、もしね、これで傾聴っていうのはちょっと自分が思ってたのと違うなと、自分が楽になるんだったらやってみてもいいなって思う方がいたら、ぜひですね、傾聴を学んでみていただけたらいいかなというふうに思います。はい、では今日のね、お話が参考になったよってことは、高評価と番組登録の方をお願いいたします。それではね、今日のお話も参考にしていただいて、どうぞ聞いてください。